頼みます。今回もスペシャリスト、クラッシュ使っていきたいと思います。で、引き続き、こちらですね。前田彩香のクラスで、スイッチブレード X9 装備チャージのクラスで、ニュークタウン尽くしでキルコンファームドをプレイしてみたいと思います。今回全員野良になってますね。これスイッチブレードね、今ヘッドショットあと3回で、レッドタイガー明星解除になりますね。はい、ラブルドは。このニュークタウン尽くしが今日までなんでね、9月3日火曜日なんだけど、9月4日水曜日 AM2 時までですね。はい、ガブルズ、ちょっと寝起き一発目なんだけどね、ちょっとグダグダになるかもしれないですけど、グダグダになるプレイになる可能性だってあるんで、ちょっとその点はご容赦ください。ディープダウン、これプロベットを排除、ここいる、うまいな。まだ0キロだな。ちょっと調子が。ここいる？俺のこれちょっとやりにくいっすわ、これ。よし。こいつ止まってくれたら。敵にアサルトパックを破壊された。アサルトパック速攻破壊されてるのか、これ。こいつはね、本当に。キルコンやっぱいいっすね。面白いよね。ここはいますかね、これ。あ、ヘッドショットじゃないか。よし、あと1回だ。ヘッドショットあと1回だ。ディスラプターを稼働させる。あ、いないか。いないか。敵にタックでブルービーコンを破壊された。あ、うまいな。正式はもう度外視でやるんで、ダメだな。作戦エリアに敵の RCXD、 ちょっとこれ出すか。4キル敵は結構、うちらが勝ってるのか、これダメだな。ああいうロングはちょっと厳しいな。タップ打ちでやらないと厳しいっすね。あらら、これ俺が使ってるコントローラーね、左スティックがちょっとねおかしいんすよ。あれ強いね。タックファイブ、あらら、ありがとう、助かった。ダメだな。寝起きがやっぱり入ってるからやっぱりきついね。こう左にいっぱいいるよ。勝ってますぜ。ダメだな。キルはできてますか？6キルね、まだ。きつい。ダメだな。あ、キルやったのか。まだ10キロもいってねえな。レッドタイガーミサイル解除したら、サイト1個とアタッチメント5個で50キロの、まずはパープレックスのクラスに変えるからね。タグ拾っとこう。ちょっと、めっちゃ、硬いっすよ、これ。左スティックが。L さんが。味方のタックルビーコンが破壊された。ここにいる。上にいるのか、これ。あ、いないか。アイスピックを実行する。私の手際を見ておけ。破壊？これね、しょっちゅう破壊されるぜ、これ。あら、ダメだな。ちくしょう。思い通りにキルがいかない。片付けた。
こにいる。ここにいる。あ、ここにいる。現在地に UAV を展開しろ。ヘッドショットが決まらない。あ、劣勢が解除したからね。クラス変えるよ。この前田役からこの山根鈴沢のクラスに間に合った。ザクム、UAV を飛ばしてくれ。間に合ったね。私のビーコンを頼りに迷彩が変わってるから敵を排除。よしよし、 RCX。 あとね、グラブとね、あのスワット RFT も劣勢がにしてるんですよ。あ、レッドエガ店直前まで持ってってるんですよ。ニュークちゃん尽くしっていうことで、ちょっと痛くない。結構初めてじゃないか、こんなに迷彩3つぐらいやるのも。味方のタックデプロイビーコンオフライン。列にいるのはミッションを終わらせてからでしょ。ここは14キル。2連続キルかける5回とかいろいろあるんで、スチールももちろんあるんだけど、やったやった。キルコンやっぱりいいね。結構圧勝してるからな。面白いっすわ。これマウスターも結構多いからね、このゲーム。もうちょっと接戦のでもよかったけどね。メカニカル。なんだメカニカルって。メカニカル。敵の UAV 空域に複数侵入。腰。指が痛い、親指が。あの。L さんが硬いから20キロもいかんね、これ多分。ひどい成績ですけどね。もう迷彩解除したからよかったよ。スマークグレネードを使う。タグは取るなよ。アイスピック、すごいぞこれ。システムへの侵入を始める。早すぎよこれ。こいつ29キロも取ってんのこれ。ダメだろう。で、自己中のねよこれ。雑魚、うちらのサインプレイヤーか。レッドタイガー3回ヘッドショットだけやったからね。で、最低1個とアタッチメント5個で50キロのパープレックス迷彩クラスに変えたんですよね。今日までなんで、さっきも話したけど、今日までなんでニュークタウン尽くしが、ニュークタウンが全然マッチングしなかったからね。この機会にちょっと3つぐらい迷彩チャレンジちょっと終わらせていこうかなと思ったんで。またダブル XP なんでこれね、ニュークタウンの尽くしのプレイリストだけがダブル XP なんで、迷彩解除した方がいいですね。その時に多くより多く入るから2倍入るんでね。試合にも勝ったからね。デイリーティアスキップですね。備蓄品ケース1個獲得ですね。248なかったね。スイッチブレイド X のヘッドショット100回でレッドエガー目線解除にプラス 5000XP だけ、プラス5000になってるね。だけど1万入りますよ。18キル、成績悪かったけど。はい、プレミアさんありがとうございました。ハードポイント中やりたいんだけど、もう解説したいんで、出ないといけないんでね。ここ結構上がってますね、248。これヒートウェーブ、あと10時間なんだけど、とっくに終わってるんでね。302個溜まってます、これ。めっちゃ溜まってますね。これ、アサルトライフやらないといけないけどね。あと12キルだけなんで。あとでちょっとやるんで、どうせ。今回も、クラッシュ使ったんですけどね。タック5が200、ブーストキルが257キル。で、アサルトパックボーナスが1546ですね。これ、レッタイが解除したんでね。
急遽この前田彩香のクラスからこの山根鈴葉のこのサイト1個とアタッチメント5個で50キロのパープレックスのクラス、迷彩のクラスに書いてみましたね。こちらですね、4キル。あ、進んでないなぁ。あ、1回もやってないね。次だね。これ、引き続き。あとね、これ、スワット RFT ね。これもね、ヘッドショット今96回まで進ませてるんですよ。あと4回ですね。なのでこれ、すぐ、熱帯画面性解除したらすぐ、この、さっきのスイッチブレード X ネイみたいに、サイト1個とアタッチメント5個で50キロのクラス作ってるんですよ。パープル X の。で、これグラブの方も、スワット RFT と同じく、ヘッドショット96回まで進んでるんでね。こちらもあと4回ヘッドショットで熱帯画面性解除になるんですぐ、これも同じくね、サイト1個とアタッチメント5個で50キロのクラス作ってますね。ピースキーパーもやってるんだけどね、ヘッドショットあんまり出ないですね、これ。うん、で、これは、少し使ったんだけど、ヘッドショットめっちゃ出ます、これ。まだ進んでないんだけど、28回しか。これ多く使い続けたら、これ、ヘッドショット結構進むと思うんでね。だから、このニュークタウン尽くしが今日までなんで、この M16 とこのピースキーパーも使うんでね。あと、外してるんだけど、これ、ローカスももう、先日ゴールドにしたんだけど、昨日。まだ、武器レベル、武器プレステージ1のレベル4なんで、ちょっと多く、レベル上げ、やっていくんでね。ランページとかね、こういったアーガスとか、このバックハンドも使うんだけど、これ、クラスはちょっと外してるんだけどね、これ、ベンデッタも使うんでね。で、あと、これ、結構進んでるんですよ。ちょっとやってみますが、ヘッドショットはこれ67回まで進んでるんですよ。で、ハベリナ A50、これもゴールドにしてるんだけど、まだ武器プレステージ、こちらもローカスと一緒ですね。武器プレステージはレベル4、これも使うんでね。はい、以上にしていきたいと思います。はい、今回ね、前田彩香と山根鈴葉のクラスで、スイッチブレード X 内装備チャージに、スペシャリストね、クラッシュを使用して、ニュークタウン尽くしのキルコンファームドの試合で、スイッチブレード X 内のね、で、ヘッドショット勲章100回獲得で、レッドタイガー迷彩解除できました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。